どうも、阪神情報局です。今日もタイガーソン最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが5月23日の月曜日なんですけれども、明日から交流戦が始まっていきます。パリーグ主催の試合では DH が使えますからね、打線の奮起に期待がかかるわけなんですが、本日入れ替えが行われました。それというのもヨーカー選手の抹消が発表されたということで、今回の動画ではヨーカー選手の抹消について思うこと、そして今後考えられる起爆剤候補は誰なのか、この点について深掘りをしていきながらお話していきたいなと思います。では早速お 話をしていきますが、ついに明日から交流戦が始まります。去年タイガースは交流戦を2位でフィニッシュ、4つの貯金を作ることに成功しましたが、今年はどんな戦いが待っているんでしょうか。さあ、そんな中、本日の公示で明らかになった入れ替えについて見ていきますが、本日ヨーカー選手の抹消が発表されました。なぜ今回ヨーカー選手が抹消になったのか、考えられる理由について見ていきますが、まずヨーカー選手のここまでの一軍成績、6試合に出場して8打数1安打、打率が1割2分5厘、出塁率が2割2分2厘という数字です。ヨー選手は5月の10日、山本選手が目に打球が当たって まだ完全に治りきってなかったということで、緊急昇格という流れで一軍に合流しました。状態が良かった。山本選手の代わりというのもあって期待されていたわけなんですが、今シーズン初打席でいきなり見せてくれましたよね。昇格を果たした。その日のカープ戦チーム全体で一安打と苦しめられていたとこだ。投手からレフト前ヒット今シーズン初打席でいきなり結果を残しました。で、その試合終了後、羊羹選手はこういったコメントを出していました。一本出たことは良かったと思います。今日は今日なので、明日以降もしっかりいい準備をして相手に向かっていく。一打席1。打席しっかり自分のスイングができるように今後もやっていきます。ということで。 まず代打で左ピッチャーを打っていく。それが仕事になりますからね。昇格後即結果を出したのはお見事でした。そして矢野監督もヨーカー選手について、ヨーカー自身もスタメンのチャンスも増えていくし、本人のいいきっかけになる、左ピッチャーの時にスタメンで出るチャンスを自分で作ってくれたらなと思うということで、その次の打席も途中出場でいい感じのレフトフライを打っていて、さあそろそろスタメンで使ってみてもいいんじゃないか、そういう空気が漂ってましたよね。で、そんな中今シーズンの初スタメンは5月18日のヤクルト戦でした。相手はサウスポーの高橋啓二投手、どんな結果を出してくれるのか注目していたんですが、結果は3打席連 続三振これはちょっっと苦しかったですよねこの試合は序盤からマルテ選手、西純也投手、大山選手、そして佐藤選手と花火大会、そういった状況での3三振だったんで、どうしても悪目立ちしてしまいましたよね。ただ今シーズンの選手起用で一つ言われているのが、状態がいい選手が少し感覚が相手からスタメン起用されているということ。この点については以前動画でも取り上げましたが、1軍に上がってきた選手が即スタメンというのはほとんどなく、代打、そして感覚が相手からのスタメン起用、そういう流れがほとんどなんで、いい選手は積極的に打席に立たせてあげてようと、そういう声が多く出ていました。 選手も10日にヒットを打って、その次の打席は5月の14日、そして初スタメンは18日ということで、大山選手も膝の状態が良くないんで、個人的にはもう少し早めにスタメン起用してあげても良かったのかなと感じてしまいました。ただそれでも3三振は少し厳しいものがありますから、次がラストチャンスかなというところで、昨日のジャイアンツ戦、左腕の高橋祐希投手ということでスタメン起用されましたが、1打席目にフォアボールを選んだものの、その後は2打席連続三振。ですのでスタメンで起用された2試合、5打席連続三振ということで、これではさすがに感覚動向の問題ではないかなと感じてしまいましたね。まあ 早めに使っってていいれれば変わっていたのかもしれませんが昨日は途中交代で、しししししたた個人的にあ明日ののでで何かか動きはあるかもしれないないいとその時点で察してしまいましたねでやはり抹消という流れになったわけなんですが、1軍経験もたくさんある選手ですから、また一時期の勝負強さを取り戻してほしいなということで、2軍で結果を出して最小格を果たしてほしいなと思います。では、今回、ヨーカー選手の抹消を受けて、どんな選手が上がってくる可能性があるのか、この点について見ていきましょう。佐藤選手が内野手登録というのもありますが、ヨーカー選手の抹消を受けて、現在外野手登録されているのは4選手だけなんですね。ですので、おそらく外野手 その中でも打力が武器の選手が上がってくるんじゃないかなということで今回は3選手について詳しく見ていきましょうではまず1人目がロハス選手ですねロハス選手については先日動画化したばかりです韓国メディアで厳しく叩かれてしまっているとただ2軍では状態がいいんで上がってくる可能性があるんじゃないかと、まあ、そういう動画をアップさせていただきましたんでよかったらその動画もご覧いただけると嬉しいんですがその動画をアップしていこうも打撃好調昨日の2軍戦では2軍降格後初となるホームラン左打席でアンダースローのピッチャーからライトポール際に特大のスリーランを放っていましたこれでロハス選手は抹消後7試合で全てヒット 記録で、ここまでの2軍全体成績ですが、28打数9安打、打率が3割2分1厘、ホームラン1本8打点、出塁率が4割0分6厘、OPS が942、得点圏打率は6割6分7厘ということで、文句なしでしょう。相変わらず出塁能力も高いですし、DH が使える交流戦に突入するということを考えても、間違いなく候補になる選手の一人です。課題とされている右打席でも結果を出してますし、スケット枠も空きがある状態。ただ、ロハス選手を挙げるなら、辛抱強く使えるかどうか、ここが鍵になると思います。やっぱり波が大きい選手なんで、いい時はいい、悪い時は悪いと っきりしてるんですよ。ですので、起用する側も難しいと思いますが、2軍ではずーっとスタメンで結果を出してますからね。首脳陣がどんな判断を下すのか、大きな注目ポイントになりそうです。では、続いて、2人目は小野寺選手。正直、ロハス選手とこの小野寺選手。この2人を見る限り、2軍ではそこまでやることがないというか、特に小野寺選手の場合は、去年はもちろん、今年も2軍では完全無双してるんです。今年の小野寺選手は開幕1軍を使いましたが、4月の9日に今シーズン初の登録抹消。しかし、落ちてから打率4割と圧倒的な数字を残して最短昇格ですが、5月9日に今シーズン2度目の。 抹消そして現在に至るまで2軍調整中という流れなんですが、ここまでの小野寺選手、2軍全体成績は、打率3割6分7厘、ホームラン1本10打点、出塁率が3割8分5厘、OPS が874、得点圏打率が3割1分3厘と、相変わらず抜群の成績を残してます。去年も1軍と2軍を行き来した選手ですが、もう2軍では敵なしですよ。毎試合コンスタントに1本はヒットを打ってますし、もう自信満々という感じです。ただ平田監督は小野寺選手について、こういったコメントを出しています。小野寺はもうヒットを打ってることに満足したらいかんのよ。ヒットを打ったことより、ボンダーを悔しがる選手にファームでは なななななららいいいいいいととととけないヒットを打打っっっててて喜んでる場合じゃのののよよあの球を打てたたたにと思ってくれないとそれそだだから行りり来たりだよということでこのように少し厳しいコメントを出していますが、それも全て、お前はここにいていい選手じゃないんだよと、そういう気持ちの表れだと思うんですね。僕もそれは強く思います。あとは1軍で継続的に結果を出せるかどうかの選手、ここまで思ったように結果がついてこないのは、メンタル的な問題なのかわかりませんが、2軍で見せている自信満々のスイング、これを貫き通すことができれば、おのずと数字はついてくると思うんで、外野手の数が減ってきたこのタイミングで、今シーズン2度目の昇格となるんでしょうか。注目 して見ていいいきたいなと思いますでは、ラスト3人目。本命がロハス選手、小野寺選手の2人なら、大穴候補としてご紹介したいのが井上選手なんですね。まずここまでの2軍全体成績。138打数29安打、打率が2割1分、ホームラン2本18打点、出塁率が2割7分6厘、OPS552、得点圏打率は2割9分72。ロハス選手や小野寺選手と比べると、全体的に数字はまだまだ低いです。しかし直近6試合に絞ると、23打数9安打、打率が3割9分1厘と、かなり状態を上げてきてるんです。20日、21日は2試合連続で先制タイムリーを放つなど、 4番の仕事をしっかり果たしました。平田監督もここ最近の井上選手について、ここのところ勝負強くもなってきた。やっと2割を超えて、そういうところが出てきだしたかな。下半身がしっかりしてきたということで、去年も井上選手は暖かくなってきた。タイミングでヒットが立て続けに出るようになって、気づけばウエスタン打点を獲得するなど、数字を一気に伸ばしたんです。ただ、一軍昇格間近というタイミングでシーズン絶望の怪我ということで、チャンス消滅。本当に今思い返しても痛い怪我だったなぁと感じるわけなんですが、今の状態をキープできれば今後面白い存在になるかもしれません。まだまだ全体的に争い目立つ選手ですが。勝負強さ さを感じる選手です。18打点はウエスタン全体でも3位の数字、去年は50打点でトップでしたからね。一軍出場を果たしたルーキーイヤーでもチャンスで1本出してましたし、ここぞでしっかり決められる。そういう力を秘めてる選手なのかなと。そういうロマンを井上選手は持ってると思いますんで、どのタイミングで一軍昇格を果たすのか、今後も引き続き注目してみていきたいなと思います。ということで、ここまで3選手をご紹介してきましたが、同じ外野手で言うと江ゴ選手もいますよね。ただ、今回の入れ替えはヨーカー選手というバッティングタイプの選手が末梢になった。そして dh が使える交流戦前の入れ替えということで、やっぱり打力。 したい入れ替えになななるんじゃないかなとでそうななった場合この3人のの人人人中かからにに絞るのであれば個人的にはロハス選手とと考えますというのも、今週の6試合は、明日の田中正宏投手や、金曜日の佐々木朗希投手など、右ピッチャーが少し多くなるんじゃないかという話があるんですね。もちろん、その中には左ピッチャーが挟まって出てくるタイミングもあると思いますが、どうしてもここまでの小野寺選手の起用法を見てると、左ピッチャーの時限定。で、一方、ロハス選手は昨日のホームランしかり、左打席の方がいい結果が出る可能性が高い。トータルこの 2, 人の2軍成績はどちらも素晴らしいですし、もしかしたらダブルで入れ替えもあるんじゃないかなと思って ぐらいなんですよ。ただ今回の入れ替えは一人だけということでどちらかに絞るのであれば僕はロハス選手で予想させていただきました。まあ井上選手も本当に見たいんですけどね。ただどうしてもこの交流戦で巻き返していきたいですし一軍経験がある二人が軸になると思うんです。今の状態の良さはみんないいんですけどね。ただその中でもロハス選手はなんといってもスケットですからこのタイミングで暴れてくれないといつ暴れてくれるんだという感じです。明日の工事は要チェックです。よかったら皆さんのご意見もお聞かせください。で明日からついに交流戦が始まりますが今年のタイガースは開幕九連敗その後再び六連敗と大型連敗 手続きに発生それもあって開幕17試合時点でわずか1勝これは長いプロ野球の歴史でも初ということで、本当に本当に苦しいスタートになってしまったと。しかし、岩佐投手や浜地投手、キャンプからぐっと力をつけてきた若手選手の台頭もあって、投手陣は4月の22日から21試合連続3失点以下という大記録を樹立。その間にもう少し打線が奮起してくれてたらなと嘆きたくなるばかりですが、徐々に勝ち星も増えてきて、連勝で交流戦を迎える形になりました。首位のスワローズとは現在10.5ゲーム差。まあ一番上を見てばかりでは気が遠くなってしまうんで、まずは1個ずつ借金を 返していく現在47試合で17勝29敗1分けの借金が12個人的には、え、もう借金12なんだという感じなんですが、どうでしょう ?9 連敗、6連敗、点が入らず11度の完封負けがあっても借金12ですよ。持ちこたえてる方だとは思いませんかちょっとプラス思考すぎるかもしれませんが、投資陣はよほどのことがない限り大崩れしませんよ。問題は打線の奮起、そしてベンチから思い切って仕掛けていけるか、これに尽きると思います。今のタイガースは連勝中、勝ってる時はノリノリで攻撃できたりするんで、とにかく波に乗ってもらいましょう。そんな明日からの戦いに向けてどんな選手が昇格を果たすのか、 明日の工事も注目して見ていいいきたいなと思いますはい、ということで、今回の動画では、ヨーカー選手の抹消について思うこと、そして今後考えられる入れ替え候補についてお話をされていただきました。交流戦初戦からいきなり田中正宏投手ということで、壁は高いですよね。ですが、それを乗り越えていくドラマが見たい。気持ちとしてはただそれだけです。タイガースらしい俺たちの野球で交流戦を乗り越えてもらいましょう。皆さんはヨーカー選手の抹消、そしてどの選手が昇格を果たすと考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が 面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタンを押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者2 9900 99, 人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者3万人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますでまた次の動画でお会いいたしましょう毎日ドラホーありがとうございました今回ヨーカー選手の登録抹消が発表されましたがその代わりに明日どの選手が上がってくるんでしょうかよかったら皆さんの予想というのもお聞かせ ください。ではまた。